この動画では 3D タスカル X、3D タスカル X ライトの図面化の操作方法をご紹介します。はじめに図面の枠の設定を変更するため、図面の書式を選択します。ここでは A2 横を A0 横に変更します。枠のタブから表題欄のチェックを外します。規定値に設定をクリックすれば、次回から同じ設定から開始できます。なお、枠の設定は図面を作成した後でも変更ができます。枠のサイズを大きくしたため、枠が見えなくなってしまいましたが、図面、全体表示を選択すれば、図面ウィンドウに枠を表示することができます。図面ウィンドウの操作は、画面ウィンドウと同様、シフトやコントロールキーを押しながら右ドラッグすることで、移動や拡大縮小ができるようになっています。それでは、3面図を作成していきます。図面、視点ビューを選択します。3面図の基準となる視点、ここではグローバル座標基準、上面を選択します。展開タブから、左と下の矢印をクリックします。一般タブから、タイトルのチェックをオフにします。尺度を変更することもできます。表示タブから、選手線幅を変更することもできます。設定が完了したら、OK をクリックして、図面を作成する場所で再度クリックします。なお、画面ウィンドウに寸法やコメントが表示されている場合は、整体するものが図面化されます。次に、アイソメ図を作成します。図面、視点ビューを選択します。ここでは、グローバル座標基準、アイソメ1を選択します。表示タブから、陰線のチェックをオフにします。OK をクリックして、作成する場所でクリックします。次に、断面図を作成します。ここでは、穴の中心を通る断面図を作成します。断面図を作成する図面をクリックして、ポップアップメニュー、断面基線を選択します。左下の操作ガイドを見ながら行うと、操作がわかりやすいです。コントロールキーを押しながら、円をクリックします。この時にコントロールキーを離しても大丈夫です。シフトキーを押しながらマウスを動かすと水平垂直に断面基線を作成することができます。コントロールキーを押しながらマウスを動かすと両端に伸びる断面基線が作成できます。ここではシフトキーとコントロールキー2つ押しながらマウスを動かします。断面基線は必ず図面より外に出る場所まで引き出す必要があります。1回クリックした後にシフトキー、コントロールキーを離します。その後、ポップアップメニュー、断面基線決定を選択します。続けて、断面基線を選択して、ポップアップメニュー、断面ビューを選択します。作成する場所でクリックします。断面図の表示を変更するため、断面図を選択して、ポップアップメニュー、プロパティを選択します。表示タブから、陰線のチェックをオフにします。
作成した図面を 2D データへ保存する場合、ファイル、エクスポート、図面データを選択します。ファイルの種類を選択して、ファイル名を入力した後、保存します。なお、3D スケッチで作成した断面線を図面に貼り付ける場合は、図面、視点ビューを選択して、視点グループ、断面の中から視点を選択します。また、ローカル座標を基準とした図面を作成する場合は、座標ツールバーからローカル座標を選択して、図面、視点ビューを選択して、視点グループ、カレント座標基準を選択した後、視点を選択します。断面線とローカル座標の作成方法については、動画説明欄にリンクのある 3D スケッチとローカル座標でご紹介しています。以上が 3D タスカル X、3D タスカル X ライトの図面化の操作解説動画になります。